よくマイクスイッチオンにするの忘れて、動画一本撮り終わった後に思い出す。入ってないみたいな。入ってない。一回撮り直して。髪洗いに行ってみたいな。これも撮ってるっすか？もう回ってます。あ、もう撮ってる。隠し撮りみたいな。したことない。これやろうとしたことある。やろうとしたことあの、ドッキリで。結構ガスいいっすね。パーマが残す感じの方が。残しますね。じゃあちょっとこれ一回洋室さんに行ってもらうんで、はい、少々お待ちください。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。お願いします。すごいちゃんとしないでなんか熊崎みたいな感じでしょ。いやもうあのパクリすぎて、うん、自分じゃないなと思い始めて。あーこれじゃあリキトになっちゃうなって。え、もう撮ったやつ。声も回ってます。おマジで。もう声もちゃんとガンガンに拾ってます。あマジか。なんだこのスポンジは。風で飛んでっちゃったんですよ。なのでキッチンのスポンジで代用します。マジで。はい、マジで。形整えてジャギジャギジャギって切り進めてスポ貼ってやばくない。まあ確かに普通モフモフみたいなやつだもんね。結構機能します。キッチンのスポンジつけて、はい、めちゃくちゃ面白いじゃん。一回なしで撮ったらドライヤーの風全部拾っちゃって。ああなるほどね。はい、じゃあどうしますか。あもうちょっとちゃんと、はい、ちょっとやもう一回やりながら適当な感じになっちゃってる。バレやばい。お願いします。陽介です。お願いします。お願いします。どうしますか今日は。やばい。トップ長め、はい、で、あ、刈り上げ狭めの V マッシュのウルフ。 V マッシュウルフ、はい、なんで結構こういう。あーなるほど。でタオルドライセットをメインにします。なるほど。前髪は上げも下げもしたいです。はい、はい、で、トップを立ち上げるスタイルは基本作らないです。うん。で、前髪は目の下ぐらいだからほぼ多分ノータッチぐらいだと思う。耳スッキリに見せたい、すいたら透けて見えるぐらい。うん。襟足は少し前から見えるぐらい、オールドよりちょっと長いぐらいがいいですか。襟足。はい。あでもじゃあ切っていいんだ。はい。後頭部は襟足のところ、くびれが欲しいです。くびれ。はい。束の質感としてちょっとザクッとさせたいっていうのがあって、うん、いやいやブラント残す。はい。M が深いので割りたくない。なるほど。あとちょっとモテたい。あれなんでそこを大きな声で言った方がいいんじゃない。モテたいです。モテたい。モテたいです。ちょっとそれだけは分からない。分からない。 OK お願いします。結構ちゃんとしたオーダー。ちゃんとしたオーダーだね。初めて知らない。ここくびれていいの。はい。今よりこれ狭い方がいい。ちょっと狭いぐらいがいいです。なんで YouTube みんなインスタ頑張るじゃないですか。洋学生さんとかってそこでフォロワー集めてとかやると思うんですけど、なんか他のやり方ないかなって、うん、自粛すると絶対みんな家にこもって画面見る機会が増えると思う。ユーザー数調べたら YouTube の方がインスタの倍いたんですよ、うん、あ、これやるっきゃねえな、うん、自分の場所が欲しいってのもあって。ここは自分のフィールドだと。そうですね。肉 YouTube 最初、うん、どういう動画しよっかなと思っていろいろやったんですよ、うん、そしたらやっぱり髪が伸びたんですよ。あー結局ね。くびれさせるんだったらさ、はい、V マッシュよりも正直前上がりの方が綺麗で。なるほど。だけど、まあ、別にどっちでもいいじゃん。こう V にするってなるとここ前下がりっていうのは、ほんと上と下みたいな感じになるけど、こう前上がりにするような感じに前にしたとしたら、この辺こう切ってって、うーん、ああなるほど。ここでくびれてっていう形が取りやすくはなるけど、全然どっちでもいいけど、イメージが V なんだったらもう V にしよう。なるほど。 V で V で、はい、前下がりにしたっていう、はい、基本僕が陽介さんにお願いするときはレングスキープか、まあそうだよ、ザクザクオールチョップ、今回はやっぱ変えたい。なるほど、はい、なんでなんで原店店長の島崎さんをパクりすぎて自分が分からなくなったからです。パクりすぎた。はい。なんかだと島さんじゃんって。うん。どうすると動画の時も言われてて。そうなんですよ。もうリキじゃんって言いながらみんなで見てる。ですか。それも言われるとやっぱ嬉しいんですけど申し訳なくなるんですよ。緊張しいだね。意外にそうですね。うん、なんかいろいろ自分を正当化する考え方もしたりして。終わった今こうやって落ち着いてるんだから今緊張するだけ無駄だよ。なんか自分に聞かせて、まあ、するもんはするんですけど。パッと嫌いだった。本当ですか。俺タイムに入んねんね。授業もついていけなかったんだよ。ただオールウェーブは、うん、あれ得意だったんだ。オールウェーブは得意だった。そんなことないよ。
いやいやいや、何を言ってる最近一番ホットなやつがまさか使う時が来ると思わなくて、いろんな悩み抜いたって、やっぱあれしかねえかあれは何でやったんですか、ローションですか、ジェル。あー、なるほど。ローションとか持ってねえから、その前日だから俺あー、前日の夜で帰り道に、はい、どうしようかなって思って、あ、一個あったんですよ、OM しよう駅着いて、店電話して、誰かローション持ってない持ってないってなって、はい、うん、じゃあしょうがないな、なんかでできるっしょ、はいはいはい、ジェルで乾くのめちゃくちゃ早くないですか、めちゃくちゃ早い、時間とかそんなくらいよくあんなに立ち経ちましたよね、しかもパーマも別にかかってない、確かに試しに一回試していい、無理だったらアイロンしようと思った試しに、ちょっともうただただ濡れた状態から始めてみようと、はい、できたからよし行こう、このままいけるいけるいける、高校生みたいなのそうそうそう、本当そうだよ、実際あれ考えたのは陽介さんですよね、あの企画そうなの、あー、そうだ、こうブラッシュアップしていくよ、はいはいはい、最近はしてるから、スタイリング選手権とかやってたのは、はい、俺がやりたいっていう、うん、で今回のイメージの企画に関しては前回もやってるから、もうちょっと一癖くれ、うん、いろんなねことができた方がいいし、スタイリング作るってやっぱ頭使うんだよ、頭使うんだけど、今の若いスタイリングってなんか、ね、俺の中で思考が弱いの、考えて作るっていうか、じゃあこの狙いは何、何を見せたいの、どういう風なテーマで作ってるっていう、その作品を作るまでに考えなきゃいけないことが弱い、狙いもなければ浅い、スタイル自体に熱がないから、なんか伝わんないし、同じような感じのものしか作ってないから、そんなんじゃダメだ、これのここがかっこいいから、だからじゃあこの形にして、で、あの角度はこういう風に写真を撮った方がこれはかっこいいので、服装はこうした方が世界観が伝わって、背景はこういう風な雰囲気で撮る、そういうところまで全部考え、自由に柔軟な発想で取り組んでくれていいよ、悩んだと思うよみんな、その悩んでくれていい、悩め、ひらめいた時一番テンション上がる、まあそうだね、わーすごい、めちゃくちゃいい、どうしよう、頭が軽い、軽くなった、座ってみて、はい、上はもう切ってないから、はい、上は残ってる、わーすごい、そうですか、やばいです、最高、ちょっと待ってられる、はい、ちょっと細かい毛流しますよ、こんな感じにしようか、上げてみますか、上げてみますか、はい、パーマ生かした方がいい、はい、パーマ生かして何つけてるの、最近クールが多いです、クールグイ、クールにナチュラル混ぜるみたいな、いいじゃん、結構揉み込むとき力入れます、おー入れるかも、なかなかないですよ、代表にセットしてもらえる、そうかもね、根元だけパーマするっていうことってできる、もう毛先だけは外せば、まあ、意味わかんない、ちょっとどう巻くんだろうみたいな、外すってなんだよ、まあ、もう毛先を、普通は毛先から巻き込むんだけど中間から巻き込む場合、今さっき考えたペーパーどこにするんだろうみたいな、あー、そうだよね、やばい、どうしよう、良すぎる、上げちゃったらもう力じゃねえかよ、お腹の上げの仕上げだった、完全島崎さんみたいなのはちょっと自分を出したいって言って、まさかの上げ、まあ上げ慣れてるし、ただ俺の上げは柔らかいよ、空気感がある、ツヤだけど柔らかい、ツヤがあると重く感じるんですか、重く感じるし、みんな硬くなるからシャキーンってした、そう、でも俺は柔らかくなれ柔らかくなれってやってるから、気持ちの問題、気持ちの問題、おいしくなれね、そう、おいしくなれねの方がおいしくなるって言うじゃん、くびれもある感じになったんだよね、重くてしょうがなかったっすね、まあ、そうだよね、ワックスの消費量ってやばかった、やばかった、すげえ。うわ、すごい、こんな感じでしょうか、ありがとうございます、いいと、まあ、まさかの揚げだったけどね確かに、ほいじゃあまとめちゃいます